さんこんにちは。つくば市健康増進課の管理栄養士です。この動画では離乳食の目的と離乳食を始めるタイミングを紹介します。まず離乳食の目的は母乳やミルク以外のものから栄養を取れるように食べる力をつけることです。噛む力、味覚、食事のリズム、そして自ら進んで食べる力、これらを身につけるための練習が離乳食です。では離乳食を開始するタイミングですが、生後5ヶ月を過ぎたあたりで赤ちゃんの様子を見て3つのポイントを確認してみましょう。1つ目、首がしっかり座り支えてあげると座ることができる。首が座っていないと飲み込みにくさや誤嚥の原因になります。2つ目、スプーンを口に入れたとき舌で押し出さなくなる。もともと赤ちゃんは口に入るものを外に押し出す押し出し反射を持っています。指しゃぶりやおもちゃをかじる様子が見られれば反射がなくなってきたサインなので、スプーンを口に入れて様子を見てみましょう。3つ目、食事に興味を示す。家族が食事している様子や食べ物を見つめる様子はありますか？これら3つのポイントが確認できたら離乳食を始めてみましょう。以上で離乳食の目的と開始するタイミングについての紹介を終わりにします。離乳食はお子様の状況に合わせて焦らずに進めていきましょう。